さみなさん、メイジャー焼きいってみたいと思います。今日のジョコの絶対像はこちら。前半技術、そして後半マーク式。で、技術が9問、マーク式が19問。ただちょっとこれ全部やってるとですね、時間が長くなってしまいますので、技術式は最初の3台、で、マーク式は最初の5台、合計8台いきますので、一緒に頑張りましょう。さみさん、第1段落と第2段落でございます。でもそ、もここの文章だけちょっと不鮮明でございますので鮮明にいたしますね。 そして皆さん注釈は2ヶ所ついております。で、1ヶ所目これなんですが、クラゲの一種。そして注釈2箇所目でございますが、水クラゲ。で、皆さんそれを踏まえて、まずは問いの1番、検討をお願いします。すみません、河川部1番でございますが、本音はこの単語を知っておいた方がよろしいですね。で、ご存知だった方も一発で2番だ。というふうに判断できた方もいらっしゃるかと思います。 ただ、それをご存じないという方。これ皆さん、河部の左側、パース。もしくは右側、全、リリース。で、そのあたりをヒントにして絞り込んだ方もいらっしゃいますよね。まあ、イメージはこんな感じですよね。で、皆さん、下線部一番して、そして、リリース。これがリリースですよね。こんな感じ。ということは、下線部一番と言われたら、この状態からこう。この状態からこう。 それで皆さん収縮するに行っていただいてもよろしいかと思います。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。では続いて問いの A でございます。河川部はこちらでございますので検討をお願いします。それではまず河川部文末でございますが、シースルーで。これ有名な熟語ですよね。見通すとかスケル。まあ、シースルーという表現を聞いたことがある方は多いかと思います。では田辺さんこの真ん中に入った right。 まあ、シースルーという動詞を修飾しておりますので副詞で副詞のライトでございますので強調表現まさにとか完全にという意味でよろしかったですねで例えば下線部先頭 Heart まあ心臓という名詞でその後に You という名詞皆さ名詞が2つ連続してで文末シースルーという他動詞の後ろに目的語がないですよねでそういう状況になったらミ、まあ、さこの2つ名詞が連続している間に 関係代名詞の省略が起こりました。ですから関係代名詞の省略が分かったかどうかという点が一つ。で、二つ目,目は皆さん、シーするという熟語が分かっているかどうか。であと目は皆さん、三つ目でございますが、副詞の Right。この三点がポイントですよね。ですから、どんな心臓かと言われたら、まさに見通すことができる心臓。もしくは、完全に透けて見える心臓。そんな感じで訳せてたら OK かと思います。 さあ、続いて、問いの2番でございます。選択肢5番は、これ皆さん、スイミングですからね。空欄はこちらでございますので、検討をお願いします。すみません、これは空所の左側でございますが、ゼム。まあ、これが一体何を指してるのか。で、遡ってみると、皆さんもう一回ゼム。で、複数形でまたさらに遡ると、一番先頭、ジェリーフィッシュ。クラゲのことでしょうね。で、改めてさ、そのクラゲをしばらくの間見ていると、一体何が見えてくるのか。 で、そのしばらく見ているという話がこの一番初っ端にあるんですねでしばらくじーっと見てみるとウニャウニゃのように見え始めるで分末心臓が鼓動してるるように見えるんでで、すねで。その心臓が鼓動している様子がこのクーラー2番つまりあの選択肢につながっていきますねそうすると一発で1番ベリン言い換えばっちりですので正解は1番ということでよろしいかと思います さあ、続いての段落でございます。まずは問いの B ですね。こちらの和訳でございますので、検討をお願いします。さあ、これそのまんまでいけそうですよね。80歳まで生きるとすれば、心臓は鼓動することになるだろう。皆さん3 b i l ということですから30億回。ですので、模範解答はこんな感じ。あとは皆さんの回答例と照らし合わせていただけるとよろしいかと思います。 さあみさついて問いの3番でございます。一読していただいた後、検討をお願いします。みなさん、これはアップうにゃうにゃでみなさん、熟語でいけますよね。そうです。アップトゥーでうにゃうにゃまで。ですから、これはもう一発で正解は5番ということで、よろしいかと思います。さあみなさん、次いての段落でございます。今度は下線部 C ですからね。問いの C の検討をお願いします。みなさん、これは文法問題ですよね。そうです。下線部の左側。 主語 B 同士 Worth ときたら後ろは ING。うんたらかんたらする価値がある。ですから正解は Getting。こちらでよろしいかと思います。<music> さあ、続いての段落でございます。まずは注釈1箇所ついておりまして、こちら。細かいコり。で、それを踏まえて、問い4番の検討をお願いします。さあ、さ生か1000部4番グリーンですが、皆さんこれはご存知の方いらっしゃるかと思います。もう知ってると一発ですよね。 ただ分かんなくってもさ、右側の get ideas, アイディアを得る。なんかアイディアに結びつくんでしょうね。そういう前向き、プラスの価値観を持つ表現が見つかっているかと思います。で、選択肢の1番、金しき声。まあ、どっちかってマイナスですよね。で、選択肢の2番、ため息。で、選択肢の3すっ飛ばして、4番、くしゃみ。で、選択肢の5番が、ささやき声。どれもプラスな価値観。前向きな感じになってないですね。となってくると、3番。 まあ、スマイル、笑顔であれば、前向き。もしくは、下線部4番の意味そのもの、ズバリですよね。ですから、選択肢の3番が正解ということで、よろしいかと思います。さあみなさん、続いての段落でございます。今度は問いの5番ですので、検討をお願いします。さあみなさん、まずは前振りの段階でございますが、このタートン先生。これはおそらくみなさん、生徒全員に向かって、科学のレポートに対するトピック。 話題をまだ選んでいないのであればテンテンテンって感じで話を続けてますよねでその後もう一回念押しで私の顔を見てますよねですから名指しをされているような感じでございますで私が空欄5番のような人物まあそういう人間だからなんでしょうねでどんな人物かと言われたらやはりそのレポートのトピック話題を選ぶ話題を決めるのにうにゃうにゃな人物だったから ですから、この丸の U のところめさを私に言い換えられて、そしてこの Pictor Topic、これめさんここに言い換えられてますよね。となってくると、この空欄5番の前後、そうこの言い換えがこのあたりに該当するはずです。つまり、まだ選んでない、まだ決めていないという否定の内容、それがこの空欄5番に絡んでくるはずでございます。で、選択肢の中で否定表現と言われたら、まあ、一瞬パッと見なさそうな感じがしますが、 皆さん、文法項目で一つだけ否定表現。そうです。見た目には not とかはないんですが、意味ない以上否定になるものがありましたね。そうです。選択肢の2番のラストですよね。I was the last person to pick a topic。これ直訳すると私はその話題を決める最後の人。イメージしていただけるとよろしいかと思いますが、A さんは決めた。B さんも決めた。C さん、D さん、E さん、F さん。 で、全員決めて,って、そして最後に私が残るんですね。そうです。私だけが決めていない。最後の人間ということは、そういうイメージでございます。もちろん、熟語で、主語、B 動詞 The、ラスト、名詞。その表現で覚えている方もいらっしゃるかと思います。ですから、文法的な側面から言っていただいてもよろしいでしょうし、こちらの意味内容、否定表現の言い換え。そこから攻めていただいても OK ですからね。ひとまず正解は2番ということでよろしいかと思います。